アルゴスです。自分に合った仕事選びはその後の人生を大きく左右します。それゆえに事前のリサーチが欠かせません。今回は看護師について見ていきましょう。看護師は日々患者の血圧や体温、脈拍の測定を行います。また医師へ診療器具を受け渡したり、患者への注射や採血、点滴、患部の消毒を行います。病棟勤務の場合は患者の移動のお世話や食事に入浴、排泄の補助も行います。救急病院では深刻な外傷を負った患者へ医師と連携しながら止血、骨折の処置、救急措置を行います。夜勤もあります。手術室で働く場合、医師が手術に集中できるよう必要な機材や機器を適切なタイミングで手渡す必要があります。手術室の温度や照明の調整、手術中の看護記録の記入も仕事の範疇です。協調性を持ち、コミュニケーション能力がある人に向いています。看護師は患者からの感謝の言葉や笑顔、患者が日々壁を乗り越えてできることを増やしていくことにやりがいを感じることでしょう。看護師国家試験を受験する必要がありますが、毎年合格率は9割となっています。年収は20代が460万、30代が480万、40代が510万、50代は520万となっています。皆さんの就職活動がうまくいきますように。それではまた明日ね。